ここなら安心ね。ん？あなたは。あの時はごめんなさい。ちゃんと謝りもしない。なんだ、知り合いか。おい、早く行こうぜ。ここ女だらけで落ち着かねえよ。これがフラワープリンセスか。俺のイメージと全然違ってたわ。なんつうか圧倒的な存在感だな。本当にでけえな。おい、俺より体重あんじゃねえか。陶器ででっかく見えてるってわけじゃないよな。あの人、確か名前はローズでしたっけ。どう見てもローズってよりロースですけど。あの皆さん、そんなことを言ったら失礼。うわ、大きすぎて店を見て回るのに邪魔になってるじゃないですか。これだからデブって、なんで他人の迷惑考えないんだろう。みふーちゃん、確かに大きい人ですけど、そこまで言わなくても。そうだってば、どうしちゃったの。さっきもなんか様子がおかしかったし。ごめん、なんでもない。それじゃあ気を取り直して話しかけてみましょうか。
絶好調に決まってるじゃないですか。僕が相手をしますよ。止まるわけにはいかない。さあ始めよう。全力で行く。またお会いしましょう。バイバイ。どう？目覚めた？加減はしない。始めましょうか。
手加減はしない。行きます。敵なしってやつですね。蹴散らそう、未成中。蹴散らしちゃいましょう。やっちゃいます。行きますよ。行くわよ。だったね、ケンスケ。あはは、僕に惚れたら怪我しますよ。